こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。若松宗男ラジオスタイルでお送りいたします。昨日ですね、セミナーに行ってまいりました。浜松町の近くの会場でございまして、まあ1時半から始まって、どのくらい3時間か3時半3時間3、4時間でしたかね。まあ、お話しする方が2人ほどいらっしゃいましたですけれども、そのうちの1人の方がですね、沖縄県の出身の方でございますけれども、まあ、非常にこう神がかりっていうのか、まあ、神の人って書いて神ちゅと呼ぶらしいんですが、そういうこう霊能者っていうんですか、非常にそのそういう神様との会話ができるような方でございまして、本当にすごいですね。いろんな参加してした方々がね、いろんなことをまあ紙に書いて、それでその場で答えてもらうわけですけれども、まあいろんなこうプライベートのこともあるんで、これは大丈夫ですか、個人的なことが入りますけれども言っても大丈夫ですかっていうことを確認しながらですね、お話、されておりました。まあとにかく、まあ私も意外とこう霊的な部分があるもんですから、やはり一番はね、このコロナがこうね、今年になってまあ入り始めたわけですけれども、でこの仮面中さんっていうんですかね、素晴らしくてですね、去年の11月くらいにそういうこうやはり神様からのまあ一つのメッセージを受けたということで、でその時にね、その武漢というなんか名前が出てきたらしいんですけれども、まあそれがね、まさかこうなるとはまあ誰も思っていなかったんですけれども、やはりこういう神様とまあ何だ交信ですかね、できる人っていうのは本当にもうまあ多分もともと生まれ育った、まあ、生まれ持った能力じゃないかと思うんですけれども、まあ沖縄の方はね、よくそういう方が多いですよね。それでまあもともとその生まれ持った能力のいる方と、それから逆にですね、いろいろとこう習得しながら修行して能力になる方もいらっしゃるということですけども、まあでも修行してのそういう方にね、なれる人っていうのも、まあもともとやっぱりそういう資質を持った方なんじゃないかと思うんですよね。でまあ我々毎日ね、この暮らしてるわけですけれども、いろんな人との関わりとか、まあ会社の問題とか個人的な問題とか、家族の問題とか社会の問題とかあるわけでございますけれども、まあ基本やっぱり人と人とのまあ関わりですよね。人と人との関わりによってやっぱりね、自分のこの能力が発揮できたり、するわけでございますけれども、やっぱりね、そういうまあ神様からのメッセージっていうんですかね、そういうのがやっぱり我々なんかいろんな現象をね、見た時になんか虹を見たとかですね、いい知らせがパッと偶然にね来たとかっていう、それはやっぱりなんか神様からのメッセージである可能性が高いと思うんですね。だからそのメッセージがね、果たしてまあね、こういい形で出るか悪い形になるかっていうことなんでしょうけども、やっぱりそのね、あくまでも自分ですので、まあいい方向に
まあ、なることを誰しも望んでいると思いますけれども、やはりその神様からのメッセージをね、まあ、素直に受け止める、やっぱりその素直に受け止める、受け止めればなんかいい方向に、進んで、まあ、人生の、まあ、危機をね、事前に察知して回避できるんじゃないかなと、まあ、いうようなことなのだと思います。まあ、人はね、やっぱりどんな人でもね、まあ、社会的にはね、まあ、素晴らしい偉い人でも、ね、あの財務、あのお金がたくさんある方でも、まあ、やはり人はね、どんな状態でも満ち足りたっていう人はまず誰もいないわけですよね。だから大事なことはやっぱり、まあ、全てに、まあ、感謝しながら、物事を始めるときはやっぱり感謝をしながら、それから終わるときも感謝をしながら、というようなことが非常に大事だと思います。やっぱりこう傲慢に なりすぎるとね、やっぱりこう人間がね、こう自分の都合だけでやると、いろんな自然を破壊したりね、もろもろこう、人間勝手というような方向に行くわけですけれども、やはり大自然の中の、大宇宙の中のね、その地球の中、地球で私たちは暮らしてるわけですから、やはりその自然をね、やっぱり破壊しすぎる、人間の勝手なことで破壊しすぎるということに対しては、必ずなんかこう逆に自然が、あの神様からですね、やっぱりそういう、なんかの、まあ、一つの、まあ、反動っていうんですかね、まあ、自然災害っていうのか、そういうのがやっぱり出てくるんじゃないかと思いますので、まあ、私なんかもできるだけ、まあ、謙虚な気持ちで、ね、自分と相手の意見が違っても人それぞれでございますので、やっぱり違うからっつって否定するわけではなくて、やはりそれを受け入れる、受け入れて、その結果、うん、どうなんだろうなっていうふうに判断するようにしないと、やはり物事が不調和な状態になって、不協和音になって、そうするとどうなるかというと、やはり、自分の思ってるような方向にもろもろいかない、さらに自分の体調も悪くなるというようなことですので、やはり自然と協調しながら、謙虚に、愛情を持って、それで生活したいというふうに、強く感じた次第でございます。ありがとうございます。